SSD が余ってるなら、外付けストレージとして使っちゃおうぜ。これ、最近買った M.2SSD を外付けで使うためのケース。今までも ASUS のやつを使ってたんですが、不具合が目立ってきたので買い替えです。安いやつなら3000円くらいで買えますけど、これは防水にも対応した強いやつ。使い方はとても簡単で、ここに SSD を差し込んで、固定するだけで OK。SSD には向きがあるので、そこだけ注意が必要かな。もともと使っていた SSD なら、USB ケーブルを PC につなげるだけで認識してくれます。新品の SSD を使うときは Windows でディスクの初期設定が必要です。外付けだと転送速度には限界があるので、あんまりハイスペックな SSD を使うことはおすすめしません。PC の買い替えとかで SSD が余った時に役立つので、こういう活用方法があることも知っておいてね。